ウィトマーストーンウィトマーストーンはアメリカ合衆国の博物学者であるフィラデルフィア自然科学アカデミーで働いたペンシルベニア州のフィラデルフィアで生まれた博物学の広い分野に興味を持ち多くの標本を集めた幼い頃からの友人のブラウン兄弟とブラウンと兄弟のフレデリック・ブラウンはウィルソン自然科学クラブを創設した会の名はアメリカで 鳥類図鑑を発行した博物学者アレクサンダー・ウィルソンにちなんで名付けられた。1883年にフィラデルフィアのジャーマンタウンアカデミーを卒業した後、1888年にペンシルベニア大学で学位を得た。フィラデルフィア科学アカデミーにストーンは若い頃から何度も訪れていた。1891年にフィラデルフィア科学アカデミーに鳥類学部門ができたとき、 ストーンはペンシルベニア大学で学位を得た。アカデミーの資金で行われた収集のための探検2888年にバミューダへ1890年にメキシコに旅した。1893年から1908年まではアカデミーの学芸員助手を務め、1908年から1918年に学芸員。 1918年から1925年に上級学芸員などを務め、1925年から1928年まで館長を務めた。鳥類標本の保存状況を改善し、人気中に標本数を14万点以上までに増加させた。植物学の分野でもフィラデルフィア植物クラブの設立時からの会員であり、地域の植物の分類学的知識を持ち、 トーリー植物クラブとの合同会議の後、1900年の初めから10年ほど、ニュージャージー州南部への最終旅行を行い、多くの著作を行った。著作は1885年にアメリカンナチュラリストニザ・ターキー・バザード・ブリーディング・イン・ペンシルベニアが掲載されたのに始まり、1887年にはアメリカ長学会の雑誌ザ・オークに、 エイマイグレーション・オブ・ホークス・アット・ジャーマンタウン、ペンシルベニアを寄港した。1890年にデラウェア・バレー・オーナサロジェクル、クラブを創立し、クラブから1894年にザ・バーツ・オブ・イースタン、ペンシルベニアニュージャージーを執筆した。他に、超類学の著作にはザ・バーツ・オブ・ニュージャージー、ゼアネ・スッツ・エックスなど数百がある。アメリカ超学会の雑誌。 ザ・オークへの記事だけでも125に達した。1885年にアメリカ長学会の会員になり、1892年にフェローに選ばれ、1898年からは理事会のメンバーとなり、鳥類保護委員会や分類、命名法委員会の会長などを歴任した後、1914年から副会長、1920年から1923年の 間会長を務めた。ニュージャージー州のケープ名の海岸の鳥類に関する著作バード・スタディーズ・アット・オールド・ケープ名で没後、アメリカ町学会からブリュースター・メダルを受賞した。W ・ストーンは植物の学名で命名者を示す場合にウィトマー・ストーンを示すのに使われる。ありがとうございます。